ベン・ハルヤスは大韓民国の政治家、郷は伊津氏。師。1912年に満州の振興学校を卒業した後、1917年から1945年まで中央高等学校で英語教師を務めた。1945年に高来大学校教授に就任してからは将来の人材育成のために尽力した。 1951年に外務部長官に就任し、パキスタンのラホールで開催されたアジア極東経済委員会会議に参加した。会議においては、朝鮮戦争によって疲弊した韓国の経済事情を世界各国に訴えることに大きく寄与した。1953年7月には、徳島は日本の韓国侵略に対する最初の犠牲であり、 解放と共に再び我々の懐に抱かれた韓国独立の象徴、韓国同胞の栄誉の怒りだ。この島に触れるものは全韓民族の頑強な抵抗を覚悟すべきだ。日本が独当の奪取を狙うことは韓国の再侵略を意味することだとの声明を出したことでも知られている。ちなみにこの発言は日韓交渉を有利に進めるためになされたものであり。 明確な根拠に基づいてなされたものでないことを後に明かしている。外務部長官としては他にも、1953年10月1日に米韓相互防衛条約を調印し、1954年5月22日には韓国統一問題を提案した。1962年には、高来大学校から名誉文学博士学位を授与された。ありがとうございます。